赤星赤崎瀬尾赤星和田氏はい、はい、これがさラーメンドデンさんですね。すごいなこの量。大宮のドデン、まあ3年ぶりおっとびっくりね、でございますね。大宮駅西口から8分のところにあるよというお店ですね。僕はね、さっき言いましたが3年ぶり2回目でございまして前回アップした日、なんと6月6日の誕生日だったんですね。あ、はい、だから誕生日おめでとうございます。あ、おめでとうございます。今年は33歳でございますけど、あらま、今年は2020060633です。そっけ、2020年の6月6日、33歳です。はい、食券がゾロ目が、食券が来ましたね。こんなような形で中にありますよ。あ、もうあるんだね、写真で。そうなんですよ、ラーメンプラスつくめで、持ち帰りの時はね、こちらの限定ラーメンというのを買いますと、そ そうなんですよ、並ばずにまず食券買いに行ってすぐ店員さんに言うという、持ち帰りですと。はい、まあ、だから行列ちょっと遮っちゃうことで、ね、準備をしないと。さあ準備していきましょう。持ち帰ったね。持ち帰りましたね。具材はね、油と豚入りスープと麺が入っております。ね、他は自分で用意するという形ですね。で冷凍なんで湯煎して、その間に、まあ、野菜は自分でやっていくと。2ついきます。いくね、結構いきますよやっぱりね。さあそして麺は1袋でございますけども、結構湯がいて、4分半ぐらい今回やってますね。はい、よいしょ。前回見えないと言われちゃったんで、いや家も慣れたもんだね、こう見ると。そうね、やっぱりね、まあ、手慣れたね。手慣れてるけど、まあ、慣れた瞬間今ちょっとスープだけどドボっていっちゃいましたけども、ちなみにこのキッチン映るの最後ですからね。ね、最後でございましたね。はい、アップする頃にはもう我々引っ越し先ですね。そういえばラーメンが出来上がりそうな時に俺らの話いいですです、結構持ってきました。そして豚はね、1枚だけ、油も分離しておりまして、ニンニクはスペイン産、はい、優しい、ちゃんとね、あのスラムダンクでいうとこの置いていくっていう庶民シュートね。いや、スープ拭いた方がいいんじゃないかいや、どえらいなこりゃ、どえらいドデンでございますけども、店舗でね、ドデンコール、まあ、マシマシに相当するコールですけど、ね、やるとね、別皿で提供するんですが、今回はあえて一杯でやってますね。はい、で野菜2分半茹でたんですけども、ややくたになっちゃったんで1分半から2分の間ぐらいがちょうどいいかなと。なるほどね。で麺とスープ多めなんでね、崩壊覚悟で、もう崩壊しとるからね。そうだね、あどんぶり2つ使って実は20にしておりますね。さあ豚ちゃんね、これもうね、これ以上染み込まないだろってぐらい染み込んだ肉汁豚です。あ、美味しそうだな、それ。美味しいです、美味しいです、全然美味しいです。あ、本当だ、柔らかいな。値段上がってもいいんでね、もう 1、2枚増やしてくれてもいいかなと思っちゃいました ね。はい、さあそしてお野菜ですが、まあ、さっき言いましたね、今は結構2野菜、まあ、1分半ぐらいでいいんじゃないでしょうか。でなんか今回のもやしちょっとね、細かったんだよね、ちょっとね。で少しやっぱ二郎系は太めのもやしの方が合うのかなという。ああ、そうなの、気持ちだ。こだわりがすごいね。スーパーで買うところから。ちょっとね、いや、そう。ごわついちゃうんで、ちょっとね。なるほど。まあ、お持ち帰りでもね、しっかり固形油入ってるんで、再現度がちょっと高いよと。うん、こだわりにこだわる人は、この油だけ別皿に入れてね、美味しいかなと思いますね。さあ、そして、麺。いや、これがやっぱ幅広。うん。ごわごわしてるな、すごいな。もうね、これひっくり返すところ見てください、ちょっと。はい。いいですか？はい。どうですかこれ。すごっ。え、縮れ方が。はい。え、これ白らしいですかこれ。いえ、これ普通にラーメンです。あ、もう麺が多すぎて。はい。ずーっとダッチューのやってましたね。確かに。意識は全くしてなかったんだけどな。はい。ね。懐かしの方。まあ、豪快にすすればするほど次の麺が欲しくなる。欲望麺ということで。はい、ございますね。まあ、ツルツルじゃなくこう、ゴワゴワ系のザラつきのある。パワー麺でございます、ね、パワー系ね。それがまあドデンの凄さでもある。なるほど。ちょっとパワー表現しちゃいましたが、ここでスペインニンニクですね。スペインニンニクはですね、うん、あの世界でも輸入量は日本では2位で、産出量は5位らしいです、世界では。はい、はい、なので結構メインだと思います。スペインの特色は、あ、じゃあこれですね、辛さ強いんですけども、翌日の匂いに残らないというのがありました、結構、はい、あ、輸入の話だ。そう、輸入の話もちゃんと、チリの話だ、チリの話。中国が9割型、はい、日本は輸入してるんだけど、その次がスペイン、その次はちなみにどこでしょう。国産じゃないですか、それは。
いや輸入量ですよ。輸入って言ってるからね。うん、じゃあ、うん、じゃあアメリカじゃない。あ、すごい、その通り合ってんのかよ。当たんないと思ったら流れ上です。正解でございましたけども、スープに行っておりますけども、はい、返しのね、強さよりも豚の旨み、甘みがちょっと強い、はいはい、乳化スープでございました。はい、あ、生卵だったんですね。生卵なんですね、はいはい。まあ、せっかく麺量が多いんで、いろいろこう、うん、なんかこういいところまで食べてもまだまだ麺があるんでっていうところでね、むしろ何か準備しておかないときついって思っちゃう人もいるかもしれないですね。はい、ご紹介。そんな卵の方に、あ、卵の方に入れていきます。はい、まあ、生卵ペッパーということでね、ガシガシ食べてほしい、ぜひガシガシ食べてほしい、ぜひ、ね、2回言いましたけど、まあ最後はね、生卵を器に入れて、あのスープをこれ入れてね、しょっぱペッパーをやってほしいということで、卵って書いてるんですけどね。はい、だからしょっぱ卵でもいいんだけど、しょっぱペッパー卵をやってください。ペッパー入ってる、ね。はい、まあ、常に行列できてましたけども、テイクアウトならすぐ買えるというのも一点で、うん、ございますね。会員しました。あらまあ、そうです。大宮、まあ2回目だったけども、いやー美味しかったね。すごい行列、4分にすごい行列ですからね。暗くてわかんない。やばい。88.1。あ、やばい。やばいっす。ということで、ございました。前回行った時はね、まだ体重が60キロだったんですよ。マジ？はい。今130でしたっけ？でけえな、俺。でけえ。プロレスでもなかなかないぐらい。ヘビー級のヘビーだった。80ですね、80キロ。80よりあるように見えるけど。そう、見た目的にそうなんで、ね、うん。まあ、測ってないけどね。大体80キロだと思いますけど。そう。温泉とか行かないとなかなか体重計が。体重計がないから。体重計ないから。ということでね、はい、まあ、この1本前の動画でちょっと説明させていただきましたけど、はい、あの東京に引っ越すってなったら、もう埼玉県のお店には行けないことになるんで、しばらくは。はい、はい、これが一旦埼玉の最後ね。はい、佐賀は埼玉、そう、楽しかったよ、楽しかったな、だが前向きに考えたら東京のお店これからバンバン行けますんで、そのあたりご期待ください。多いですから、はい、というわけでとりあえずは、thank you.